エイプリルフールの嘘。毎年4月1日が近づいてくるとそわそわする人がいる。4月バカと言われるエイプリルフールが来るからだ。4月1日の午前中に、もしくはその日のうちに、罪のない嘘をついて人を担いでも許されるという風習があるからだ。普段嘘をつきたくてもつけなくて、4月1日なら誰の断りもなく平気で嘘がつける。バレても笑って済ませることができる。日本には江戸時代に中国から伝わったと言われる。エイプリルフールという言葉は大正時代に定着したと思われる。エイプリルフールの嘘を募集している番組もあるようだ。優勝したら賞金が出るかもしれない。賞金が出るのは嘘でしたなんてオチがついているかもしれない。応募先が分かればハガキを出してみてください。例えば朝起きたら世界がアニメになっていた、実は私は宇宙人だった、宝くじに当たった、結婚する、ペットが喋れるようになった、突然超能力が使えるようになった、タイムマシンが完成した、有名な芸能人と友達になったなど、会社が倒産した、クビになったなどは心配されるかもしれない。これらの嘘は相手に驚きや笑いを与えることができるかもしれませんが、嘘をつきすぎると相手に嫌われてしまう可能性もあるので注意が必要です。だから嘘をつく際には以下の点に注意しましょう。相手が傷つくような嘘はつかない。嘘がバレた後はちゃんと謝るなどを心がける。エイプリルフールはみんなで楽しく笑える日です。面白い嘘をついて楽しい一日を過ごしましょう。次のような嘘をついてエイプリルフールをエンジョイしましょう。朝起きたら世界がアニメになっていた、朝起きて鏡を見たら自分の顔がアニメキャラになっていた、テレビをつけたらニュース番組もアニメになっている、街を歩けばアニメキャラたちが普通に生活している、実は私は宇宙人だった、実は私は地球に潜伏している宇宙人だった、今日だけ特別に自分の正体を明かすことにした、宝くじに当たった、なんと宝くじに10億円当たった、ペットが喋れるようになった、いつも飼っているペットが突然喋れるようになった、意外な秘密を明らかにすることにした、突然超能力が使えるようになった、突然超能力が使えるようになった、空を飛んだり投資したり何でもできる、タイムマシンが完成した、ついにタイムマシンが完成した、過去や未来に自由に行ける、有名な芸能人と友達になった、実は有名な芸能人と友達になった、今度一緒に食事に行く約束をした、会社が倒産した、なんと会社が倒産した、明日から無職だ、クビになった、会社からクビになった、これからどうしよう。これらの嘘はあくまでも例です。自分の想像力を働かせてもっと面白い嘘を考えてみてください。実は人類は滅亡していた、今いるのは滅亡後の第二世界。